な。結構腰が割れしてたな。構成か作戦。お、何してんだあの人。あ、エイリアン戦ってんだ。めんどくさいことしてるな。まあいいや。お前みたいに何戦ってんじゃん。先にエイリアンだーとか言ってたのに。あ、エイリアン、エイリアン、エイリアン。あ、ダメだ。サセックスか、て。なんかイタリア参戦した。なんかトルコに。あ、どうぞ頑張ってください。あ、特に行かないんですけど。じゃあ、トルコ軍ギリシャに派遣しろ、軍隊。うおー、エイリアンめ、うおー、山に追い詰めてやる。お、フランス軍。ほら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 、ブリテン返せ、ブリテン返せ。フランス、どこにいるんだ。アメリカ大陸で頑張っちゃってるよ。おお、ハッスル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 。あ、かっ、あどうしたどうしたどうした。何があったんですか。フランス軍、多分その数では多分ちょっとどないもこないもならんと思うけど、大丈夫かな。いや、まあ本軍はちょっとね、あの後に控えて。よく見たらあれは無人の荒野を普通に歩いてるだけや、こいつ。そう、何も戦っていない。こいつなんかすごい戦闘してるふりだけしてる、こいつ。アリバイか、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 アリバイか。お前エイリアンじゃない、アリバイ工作。汚いわ。ほんまやること汚いな。ついに俺もエイリアン軍と戦いが始まった。あらら。なんであららなんだよ、おかしいだろうがよ。そこはお前なんかあのこうようやったとか褒めるところやろ。頑張れ。いや、早く日本さんも、ね、早く大日本帝国もエイリアン戦えばいいと思うよ。いや、もう戦ってるかもしれない。あ、そうか、俺たちエイリアンか。まあ勝てへんちゅうことですわな。来たー、44年型重戦闘機 OK。 あれ、あお前何イタリア関与してんだよ、お前。しれっと。しかもポイント割とええ感じ。あ、ほんまや、結構活躍してた。意外にええ感じやな。ワンクソかな。クソかな、こいつは。こいつはクソかな。トルコ分割やな。いい港町が聞いてそう。すごいな。おもろ。こいつクソかな。反省しといてよかった、メウ。本当すイタリア人。どこでスコア稼いでいい。何もしてなかったやろ。全然何もしなかったのにな。裏の圧力や。裏の絶対。落ち着くと仕掛けるぞ。お、エンちゃんか。まずい、まずい。よし、よし、これは殲滅できるやろ。マジか、やったぜ。一段でもいい、殲滅するや、俺は。ダメだ、これこっち。あ、でも、すごい、アメリカ、めっちゃ頑張ってるやん、これ。でも、本格的に来た。本格的にエイリアン軍来た感が。イギリスパイセン、ここに、北に、海軍基地を、海軍基地を立ててください。あー、攻撃力が。あー、どこ、来た、イギリスの、もう、ほんまに来た。あの、島。島、はい、ここを拠点として早く立てるんだ、はい、ここを人類の秘密基地にしよう。さ、秘密基地。はフランス軍お前あー、あかん、攻めてきてる。やめてみゅ。静かだなと思ったら、なんか核兵器って見えたんですけど、なんすか。いや、ただの国家方針ですよ。核っていいなって。これやらないとうち研究は食えねえんだよ。いいな本当にいいな。いいね。仕方ない、もう15手段も引き抜くか。よし、もうなんかもうマラヤもなんかもうどうでもいいや。心にしてくれるってのはもうここにしろ。もう勝手にやれ。エビさんがそこに入ったらやん。やれ。まあ待て、いいですよ。あの、これが終わったらちゃんと日本成敗しような。うん、しようか。これ大丈夫。なんかすごい、攻撃されてるけど大丈夫ですか。スコットランド今頑張ってんだよ。今頑張って作ってんだよ軍港。もう今攻撃力あれやぞ。おうちの3分の1やぞ。ね、黙るザコ。なんていうことも投げかけるやこいつ。あ、日本さん、はい。あの、一応言っとくけど、ああ、一応言っとくけど、はい、あの、イランの油田は、あの、古代ローマ人のものやからな。3回言っとくけどね。念のため伝えとくよ。そうだよ。お前誰だよ。ローマ人だよ。そうだよ。なんか、ローマ人とエセローマ人と、なんか、大変そうやな。
頑張ってくれー頑張ってくれー、なんとか耐えてくれよ。なんとか耐えてるけど、いつまでもつかわからないよ。ダメだ、戦闘中は作れないんだ。え、ぶっちゃけでもルーマニアお前これイラン行くよね。え、行くってどういうこと。逆に言うとよ、あのドイツ先輩、これでもしかしたらイーストアングリア俺が上陸したら成功するっていうパターンあるんですね。 なるほど。いや、いけるって俺信じてるから、うん、俺あの、うんうん、多分大丈夫だ。いける。でもな、え、ちょっと待って、ルーマニアイランに対して戦争目標の正当化してるやん。いや、違う、お前それで読み間違えてる。もう和訳間違えてる、それ和訳間違えてる、それ多分あの軍部が多分間違った翻訳してるわ。あ、中毒するって書いてるぞってやつやね。いや、イランとイラクやってる。はいはいはい、あ、いた。向こうの方が早かった。うわ、こうできないって言ってるけど、あれなんか俺に対して戦争目標の正当化が始まったぞ。いやいや、きっと過ぎた。やる。ついにやる。お願い、落ち着いてくれ。おい、宗主国のアメリカさん困って、あ、違う、アメリカさんじゃない、ドイツさん困ってんぞ。おい、あいつ名前間違えましたよ、殺しましょうよ、ドイツ。あ、殺しましょうよ。半日、欧州十字軍派遣しましょうよ。半日、欧州おい、200個手段ぐらいで踏み潰しましょうよ、あいつ。まあ、日本よ、落ち着け、落ち着いてくれ。俺落ち着いてるで。わしはな。なんでイランに。いや、石油がちょっとあれやね、本当に。輸入したね。いや、だから油田もらおうかなって。いや、だから俺売るよ。あ、売るの。売るよ、うん。でももう始まっちゃったしよ。ああ、じゃあ始めるしかないね。うん、じゃあね。あ、そうか、やるか。よし、行くぞ。あかーん。戦闘が続いておる。ちょっと、あれ1プロミスだけ構成仕掛けるわ。で、そこを取って戦闘を。お、少しでも。うん。うわ。ああ、こいつ中国国民政府にもなんかやってきよったで。ついに始まんのか。残党じゃないの、これ。よし、北の一部を取れたぞ。取った。あれ、てか、おい、ん、大日本帝国、何、地球侵攻軍と不可侵条約結んでない。え、そうなの、知らんかったわ。お前知らんかったわ。あれ、あれどうした。やべえな、これ。どうした。ちょっと、宇宙人だと思います。これ、地球会議を。お前は地球じゃねえから喋んじゃねえ。あ、なんやこれ。地球会議するぞ、ほら。これはやばくない。これは良くないでしょ。これはちょっとまあ。これは良くないでしょ。ちょっと待って。そうなると、ちょっと待って。俺ちょっと不安になってきた。何、どうして。いや、なんかあの、なんていうの、イタリアあたりもなんかやらかしそうで怖い。あ、大丈夫やった。あ、うん、お前同じ数字国のメンバーにも、なんたる。謝りなさい。ちょっとごめん、なんかどっかのね、あの明石国で呼んだら、なんかやろうとした人が一人おったからさ、誰とは言わんけど。ちょっと待って、イギリス、ん、海軍基地できてるじゃないっすか。作ったぞ、ざまみろ。よしよし、これでイギリス本土に行くぜ。あれやから、こうあの